の？オイラが最初な。コハン。ショー。何も反応がないみたい。もう一度だ。ショー。おい、まさか来ないんじゃないか。つまり呼んだら駆けつけるってすごい人があなたたちに約束してくれたの？で、オイラたちとじゃなくてこいつとだけ約束したのかも。なるほどね。じゃあ旅人が試してみようよ。パイモンたら勘違いしちゃって。うぅ、残念。なんだ。うわぁ、本当に来た。我の名を呼んだだろ。どうした。約束したことを我は必ず守る。あっという間に駆けつけるなんて、さすが仙人。ショーって呼んでいいのかな。こんにちは。私が旅人にあなたを呼ぶようお願いしたの。今年の料理王決定戦の決勝に進出したから、それに向けて料理をいろんなお客さんに試食してもらってて。客？我がか？はい。あなたは薄味が好きだって旅人から聞きました。薄味が好きな人に新しい料理を食べてもらって意見を聞きたいんです。お前の願いであるならよかろう。やったー。はん。どうだ、食べられるか。無理するなよ。ふん、なかなかに美味だ。お前のその手際良さはある料理人を彷彿させる。お前はそいつと同じで心を満たすいい料理を作る。おい、ショーが言ってる料理人って現象のことじゃないか。強いて言うならば、この二つの副菜は我にとって味が少々濃かった。少し手を加えればより良くなるだろう。我の所感だ。深く気にすることはない。参考にするか否かはお前が決めろ。うんうん、副菜の味薄めっと。メモしたよ。仙人さん、ありがとうございました。会えて嬉しかったです。ならば我は去るとしよう。またいずれ。本当に来るとはな。今もう一回呼んだら来てくれるかな。冗談だって。旅人、パイモン、いろんな人に試食してもらってどうしたらいいか分かったよ。おお、よかった。苦労した甲斐があったな。この考えを形にするため帰っていろいろ試してみるよ。そうだ、決勝戦は玉境内でやる予定だから必ず見に来てね。おお、応援してるぜ。うん、勝ってみせるよ。